っしゃいませ。ゆっくり耳かき店へようこそ。ルーミアなのだ。まずは自己紹介をするわね。種族は妖怪で、能力は闇を操る程度の能力があるのよ。それは、周囲を闇で球場に包み込むことで昼間でも夜と同じ暗さにするの。この闇は魔法の闇で、松明など内部の光源をも無効化し、迷い込んだ人間の視界はないに等しくなるけど、私自身も視界を奪われてしまう欠点があるわ。あと、私は数多くいる妖怪の一匹で、基本的に神社周辺に出没するの。ちなみに、食肉妖怪だから危険度は高めだけど、妖怪の中では弱い部類に属するから、比較的対処しやすいみたいね。そして、日光に弱いから、日光にさらされると目に見えて弱体化するの。だから基本的には夜行性だけど、能力で日光を遮断すれば昼間でも活動できるわ。だけど、闇で自分を覆うと自分の視界も奪われてしまうから、よく木にぶつかる姿も見られてしまうのよ。でも、私はそれも闇の風物詩と思っているから、特に気にしていないわ。じゃあ自己紹介はこのくらいにして。お客様、今日はどうするの？今年もあと少しだから、綺麗にしておきたいのね。そうなのか。人間社会には年の瀬というものがあるのね。それは食べられるの？うえ、食べられないのか、残念。でも、年越しそばを食べて、年が明けたらお雑煮やおせち料理があるの。わは、それは楽しみなのだ。じゃあお客様が、新たな気持ちで新年を迎えられるように綺麗にしてあげるから、私のお膝にどうぞ。そうだ、BGM はつけたままでいいの？うん、この曲は、妖魔夜行、と言って私のテーマ曲よ。いい曲だけど、やっぱり耳かきの音をちゃんと聞きたいの？そうなのか。それに、そろそろこの曲もワンフレーズ終わるからちょうど区切りがいいわ。じゃあ BGM を消しますよ。それでは左耳から始めていくからリラックスしててね。
左耳はきれいになったよ。次は右耳をするから頭を反対側にするね。じゃあ右耳やっていくよ。これで右耳も綺麗になったよ。それではお客様、良いお年をお迎えください。